はい今回は山本太郎さんが本気で語った奨学金の問題と少子化のつながりおよび日本再生こちらについて考えてお伝えしていきます今回もよろしくお願いいたしますまあ、僕はあの山本太郎さんのことを応援してるんでまあ、動画をですねまあ、時間があるときに見てまあ、勉強してるんですがまあ、リスナー様にも何回もお伝えさせていただいているように山本太郎さんっていうのはまあ、その経済政策ですね例えば消費税の廃止だったりインボイス制度の廃止だったり まあそういったことに関して、ものすごくえまあ正しいこと、まあ、日本でここまで正しいことを言う政治家はいないんじゃないかとう思うぐらい正しい、あとですね、憲法改正とかに関しても正しいわけですね、緊急事態条項、あるいは救助をなくしてはいけない、基本的人権の削除はいけない、そういったこともまあおっしゃるんですが、その山本太郎さんがですね、 1つではなく、いくつかの中で、ですね街頭等で話されてまいる、この奨学金の問題と、この少子化の問題、あるいはですねこの日本再生の問題っていう、そういったことについて、今回は考えてお伝えしていきます。もちろん、山本太郎さんのお考えのとおりだと僕は思ってますし、僕も賛成なんですけど、思うところがあるので、そちらも併せてお伝えしていければと思うので、今回もよろしくお願いいたします。まずですね あのこういったまあ問いかけがあるんですよ奨学金っていうのはまあ借金なわけですけど実質のね、うん、奨学金は、まあ、あの自分で返すのが当たり前なのかっていうまあ話なんで。 いやいや当たり前じゃないかってね、自分で、えー、ね、その <laughs> まあ学校に行くっていうので、えー、お金を借りて、えー、まあ学校に行ったんだから当たり前じゃないかっていうことかもしれないですが、別にそうではないんですよ。日本ではそうなってますけど、例えば諸外国とその奨学金の制度が全然違うかもしれないし、えー、まあ違うかもしれないしっていうか違うんですけど、 でこのいわゆるですね日本の少子化の大きな要因となっているものが実はこれ奨学金であると考えられるんですよ。でこれ山本太郎さんがおっしゃってて初めて僕知ったんですけど、まあ、奨学金というのはいろいろ問題があるんですが小泉の時にこの奨学金制度がまあできたというか加速したということでこれがですね金融商品であるとだから奨学金には高い利息がつくんですよ。このこのとは分かるんですけど これってて何を意味しいるのかっていう話なわけですね奨学金というまあその金融商品で儲けるまあ人間がいるわけですよ。まあ、その政府側か企業側かなんか知りませんけど、まあ、最低だと思いますけどねあの。日本の若者に対する投資なわけじゃないですか、本来であればね。えー、あの若い人が学校に通いたい、しかし経済的に厳しいから、まあ、そ,れをそれを言えば言うなれば支援する形。だから もしも奨学金っていうものがあるのであれば、あ無利子とかであればいいんですけど、無利子ではない。高い利子がつくんですよ。利子利息が。だからつまり山本太郎さんはあ、奨学金っていうのは金融商品であると、小泉の時にできたっていうね。うん っっっててていいいいうこととをおおししゃっていて僕もおかしいと思いますで、えー、その奨学金を返すのは当たり前かっていう話で当たり前っていう話があるのかもしれないんですがそうではなく日本としては、えー、日本の若者に対する投資っていうことで別に返さないでもいい,い,いっていう、まあ、多分そういう考えなんですよ山本太郎さんも僕もね。うん、でそもそもその奨学金に高い利息がつくっていうのもおかしいわけですよ。 で自分で作った奨学金借金なんて返すの当たり前じゃないかって言うかもしれないんですがそれっていうのが言う,言うなればねこの日本の少子化の大きな原因になってるわけですよ。で山本太郎さんっていうのは政治家で、ね、有能な方なんでこういうことをおっしゃっていたんですが一人かな子供一人に対して一人じゃないですねすいません子供一人を何人もかな。 それに対して、子供に対して、大学院まで無償化できるのには、5兆円の予算があればできるっていうことなんですよ。で、僕も、このですね、えー、 学費のの無償化っていうのに賛成なんですね少子化の原因というのはいくつかあると思いますがその一つに、まあ、この子どものかかる学費があることでこの、ね、子どもを作らないという、まあ、その日本の若者とかあるいはです、ね、若者でなくてもっていう、まあね、中年と言っていいか分かりませんが若者中年の考えになっているとこの考えを取っ払うことができれば子どもができるわけじゃないですかつまりはこれ少子化対策になっているわけですよね。 で山本太郎さんというのは政治家としてっていうのもあるんですが、1人の人として、ですねこうなんていうのかな、器の大きさを感じるなと思うところがあるんですが、それがですね今、奨学金を背負っている学生の奨学金、まあ、大人ですね、すみません、今、奨学金を背負っている人の奨学金を帳消しにしたいって言ってるんですよ、だからこれっていうのはさっき言ったように、少子化の大きな原因になってるから。 で奨学金の帳消しっていうのも、大体予算で9兆円組めばできるっていうことなんですよ。で、あるいは9兆円を組まなくても、国債発行も可能っていうことなんで、今、社会に出てる人たちが、奨学金という借金を背負っていて、生活が厳しい、だから結婚しない、子供もできない、この悪循環をどうにか回避しようと、そういうことを山本太郎さんは考えていると、まあ、そういうふうにまあ僕は思ってます。っていうか、僕はそういうふうに理解しています。で あのこの少子化って言うんですがまあ、どういうことになるのかっていうと大学を卒業した人が奨学金という借金を背負うとだから大学を出て借金を背負った状態なわけですよ結婚しづらいじゃないですかそれは表現的には奨学金っていいますけど借金なわけですよでまあ結婚しづらいで、まあ、もし結婚したにしても子供がが作りづらいですよねだって子供を作るとお金がかかるわけだからうん 親である、まあ、例えばお父さんかお母さんがですね、えー、まあ数百万円、えー、まあ人によってはその1000万円近くのその奨学金の借金があるということであった場合は、子どもにお金がかかるから、子供を作るのやめやめようかとかっていう話になるじゃないですか、つまり結婚するしないっていうものの大きな問題である、出産するしないっていうのの大きな問題になってるのがこの奨学金なんですよ。うん で、えー、これに対して対策方法があるっていう国債発行でできるってだからこういうことを考えてくれるところがですね日本国民のための政治家であると僕はそういうふうに認識しているわけですね。でかたや口だけでねわけわからないこと言う岸田は何かというと異次元の少子化対策とかって言いますが、まあ、国会で山本太郎さんがおっしゃってましたが少子化対策にはいくらの費用が必要ったら9兆円必要って言われても岸田は予算を3兆円しか組まないっていうことなんですよ。どこにも本気さがなないいじゃないですか、うん 9兆円っていうんであればきちんと9兆円組むし、でさらにそれ以外の,この山本太郎さんがおっしゃってるような、まあ、その前後の関係とかも考えていくんですが、岸田は少子化対策には全く本気でないところか考えていないと思います岸田の頭の中にはです、ね、おそらく防衛費、軍事費とかね、うん、財務省にどう思われるのかとか、宗主国にどう思われるのか,とかそ、その程度のことしか考えてないでしょうから、またデたらめもいいところなんですね。 だから問題は何かというと少子化対策とか少子化の問題の大きな手前にですね、日本の若者、あるいは若者でなく、まあ、中年という言い方がいいか分かりませんが若者中年、えー、あらゆる世代の人たちが、まあ、おそらく40代ぐらいの方かな、の方がこの奨学金という借金を抱えて苦しんでいるというこの現状があるんですよだからそこをまずどうにかしていかなければ、ねえー、少子化対策なんてな,なるわけがないんですよ。 でヤモンドローさんがおっしゃってる、まあ、なんていうのかな、こちらも、まあ、鋭いご指摘だと思いますが、ちょうどです、ね、年齢層分布的に、まあ、その失われた30年っていうのに入る、まあ、僕も入るで、リスナーさんも入る方がいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、ロスジェネ世代とか就職氷、就職氷河期世代とか、まあ、そういった方たちがいるわけですよで。僕もそうですし、皆さんの中でもそうかもしれないんですが。 なかなか仕事に決まらない。で、厳しい経済的にね。結婚しづらいじゃないですか。あのね、結婚してね、家族で子供を育ててっていうことであれば、最低限経済的な問題がありますから。 そうだから要するに自分一人で生活していくのも厳しい人が、えー、いるっていうことですこのロスジェネ世代ロス,ロスジェネ世代、えー、就職氷河期世代の方っていうこと、まあ、大体年齢にして、うん、30代後半から、まあ、40代50代、えーまあ、前半ぐらいの方までがこの就職氷河期世代ロスジェネ世代に入るのかもしれませんが。 あの自分一人でなんとか生活していくのもままならない状態だったら結婚するのも厳しいしそこにですねこの奨学金という借金が乗っかってきたら無理じゃないですか普通に考えて、うん、でおそらくこういったこともかあの関係してるんですよ先ほどお伝えしたようにロスジェネ世代ねあるいはその奨学金がまあかさそこにかさむっていう感じ。 で、多分こういったことがあるんで、えー、日本国民の一定数の人が貯金がないわけですよ。貯蓄ゼロ世帯とかね。で、政府とか岸田とか、あまあ、安倍とかもそうですけど、言ってることがわけわからないです意味がわからないんですよ、うん。自分のせいだとか言ってるんですけど、別に自分のせいじゃないですよ。僕もそうですし、リスナーさんもそうですが、日本国民みんなあの一生懸命生きてるわけですよ。で、例えばね、えー、本当にそういう、なんかわかりませんけど、 貯金ががないい人が一部いるっっていうんだったらじゃあそそれれはのの人のせいいかもしれないただ全世帯にまたがって貯金がない世帯貯蓄ゼロ世帯生活が厳しい世帯そういった人がいるってそれって明らかに政治の問題でしょ構造上の問題であると考えるわけですよ。で山本太郎さんがおっしゃってましたけれども。 この今の状態の招く先の未来は何かというと国がです、ね、何も手厚いことをしなかった場合日本国民が道路で亡くなっているそういった状況も考えられる懸念されるのが日本の未来じゃないかって言われているわけですよ実際ありそうじゃないですかそういったこと。 貯蓄もないしね例えば、仕事もないとかそういういい懸念されるるくつもの状況があるわけですよで例えばそんなことはないんじゃないかと、アメリカでそういうことになってるんですよ。あの道路でですね人が亡くなっていると、そういった状況、経済的に追い詰められてとか、で日本ってそういうことを迫ってる今、状態にいるんですよ。にもかかわらず、日本政府、岸田は何もしないって、もう意味がわからないんですよ。で まあ最近は聞かなくなりましたけど、少し前に老後2000万円問題とかって言ってね、老後2000万円自分でまあ用意しろみたいなね、年金の額が足りないのか、なんだか知りませんけどとかって言うわけじゃないですか。全然日本国民を救う気がないわけですよ。この機民政策って言って日本国民に対して全くね気にかけてる様子のない、主に自民党政権だと思いますが、完全に国民のことを考えていないと。だからどういう状態になっているのかっていうと、 意図的だと思います僕は意図的じゃないかもしれないが意図的だと思いますで仮に意図的だろうが意図的じゃなかろうがじゃあどうかっていうと大学を卒業したあ若者がですね社会に出てきていきなり借金を背負ってるわけですよ奨学金という借金をね、うん、その状態でなかなか結婚ができないでもしも結婚したにしても、ねえー、子供を作るのが難しい、えー、経済的な問題でね、うん、で、えー、まあ子供があもしできたりしても 家,家族と過ごしながら、うん、生活をギリギリで、えー、切り詰めながらやってその貯蓄ゼロ世帯になって、えー、もし何かあったらあどうにもならないとそういった状況があるんですよで。これ逆に裏を返すとこういうふうに取れるんですね。大学を出て もしも奨学金があったりしても、その奨学金がチャラになってるとかね、そういったことになれば、借金がないわけですから、結婚していた人がもっと多いかもしれない、うん、そうした場合は、結婚して、えーね、子供ができてて、少子化に歯止めがかかっていた可能性があるんですよ。しかし、今まで全くそういうことをしてこなかった、うん、この失われた30年、小泉の時からですから、小泉、なんか安倍と、でそして今、岸田につながってると思いますが、 そういうことを全くしてこなかった、この日本の政治の愚策ですよね、宗主国に言われてるのか、何だか知りませんけど、自分たちの利権を政治家が追求してるのか、なんか知りませんけど、今まで全くそういうことをしてこなかったんで、一刻も早くこれに取り組む必要があるんですよ。だから本気の少子化対策とかいうんであれば、この山本太郎さんの考えしか僕はないと思ってるんですね。だだだかかららあのののいいいいいつもお話しささせていただいてててたたたますが山本太郎さん政政権の中枢に入りねここのそこここうっっとととをを策やける 願ってます。だから考え方は人それぞれぞっていうのがありますで。別に何が正しいのかっていうのは分かりませんが少なからずこの今の日本の状況を考えれば、ね、そんなことも言ってる場合じゃないんですよ。日本国民がですね、えー、もしかしたら生きることができなくなってその、ねえーまあ、道路で亡くなるとか考えられない状況が差し迫ってるとも取れるんですよ。 で僕もそうですし、まあ、リスナーさんもそうだと思いますが生活に厳しい国民が多いわけですよ。その状況を回避するにはやはり山本太郎さんが政権の中枢に入って。 ここのようななととをししていいいただくしか方法がないと思いますそのために必要なことは、やはり選挙に行って、ですね票を投じることですね。で、えー、今のとにかくもう自民党、まあ、岸田もそうですけど、自民党ではだめです。自民、公明、維新ではだめなんで、それ以外のところに票を入れて、えー、僕たちが過ごす、日本国民が過ごす日本が少しでも有力になること、それがですね、日本再生だと、まあ、僕はそう思いますので、今回はこちらの件についてお話しさせていただきました。山本太郎さんののですねこの 奨学金の話であるとか、この少子化の対策とかっていうのは、本当に素晴らしいと思いますよ。あのだからこれ、これがつながってくるんですよ。少子化をどう,どういう風うにしていったらいいのかっていうところで、少子化の問題っていうのは、いくつかに絞られるんですが、その一つに消費税っていう問題があるんですね。だから消費税を廃止するで、子供の学費ですね、大学、あるいは大学院までの学費無償化、そんなことできるわけないんじゃないかっていうかもしれませんが、外国に無駄な金払ってんだったら、そこに金使えよって。日本国民のためだよ、その方が。 っっって思ってて思思思いいるるる人が多分いるとううんんんでですすよ。よ。そう思わななななかったら良くなるはずなんてないんですよ僕はいつもそう思ってますし、まあ、動画を見て、まあ、僕の思ったことっていうことでお話しさせていただきました、まあ、リスナー様も何かしら共感していただける点が一つでもあれば何よりですっていうことで今回はここで終わりますいつも聞いていただいてありがとうございます失礼いたします